板倉重宗は、江戸時代前期の不代大名で、下佐関宿藩の初代藩主。京都書子代。板倉家、宗家二代。板倉勝重の長男として、駿府で生まれる。長井直政や井上正成と共に、秀忠に近似した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは秀忠に従った。慶長1十年の家康、秀忠の上落に従い、 秀忠の将軍就任に伴って、重宗も、従ごした、すを守るに除任された。大阪の陣では冬、夏の、両陣に出陣し、古将組番頭の職にあって、家康、秀忠の間で、連絡役を務めた。戦後、書院番頭に任命されて六千国を与えられた。現下六年に、父の推挙により、京都諸次第となり、二万七千国を与えられた。 元那9年11月19日に十四人下に昇るくらいし、12月23日に自重に任官される。官営元年4月に父が死去すると、その医療を弟の重政と共に分割して相続し、重宗は1万860国を継いで合計3万8000国となった。さらに4月21日には1万2000国を加増されて合計5万国となる。 寛永三年、第三代将軍、家光の三代に従う。家光の着難、家綱が生まれると、その元服、官位について、朝廷と交渉した。昭法二年にはその功績により、十四以上、右少々に、上り、任官された。女王三年十二月六日、三十年以上にわたって、 在職した、諸子大職を、ついに退任した。しかし、茂宗の影響力は絶大で、翌年11月まで、時代の牧の地下茂を補佐した。その後は、家綱の補佐、徳川家の宿老として、江戸で幕政に参与し、星名正幸や井伊のか宝大老と同格の発言力を持っていたという。明暦2年8月5日、 下嘘関宿五万国を与えられて、藩主となった。しかし高齢もあって11月に病に倒れ、幕府から医師の派遣を受けるも12月1日に関宿で死去した。去年71、ありがとうございます。